どうせ言わなきゃいけねえことだから言う。ゴテンとトランクスは無事だが、ゴハンとベジータは魔人ブーに殺された。父、ベジータが、そんな。僕の声が聞こえるかな、地球の諸君。今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビディという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。見えるか、お前も。どうなってんだ。実は今日不愉快な目に遭っちゃってさ、ある三人のバカたちを探してるんだよ。こいつと、こいつと、こいつ。この三人のバカが出てこないとどうなるか、これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ、始めろ魔人ブー。おい、やろう。やりやがった。もう一度言うよ。この三匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。じゃあ情報待ってるよ。あいつらがベジータとゴハン君を殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ。おめえが死んじまったら誰がオラの代わりにトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ。殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。気にすんな。なるほど。嘘だ。パパがあんなやつに。そんな暇はねえぞ。悔しかったら新しい技を早く覚えて敵を撃て。分かったな。始めぞ。ピッコロもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの地球人の諸君、たった今なかなかの情報が入ったよ。三匹の中の一匹、トランクスとかいうガキはこれから行ってみようかな。早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる。くそ、家にはお…ソン君、今の木、パパもママも殺されちゃうわ。それに西の都も破壊され。大丈夫だ、ドラゴンボールで生き切れる。違うの、研究所が吹っ飛ばされちゃったら置いてきた。あのレーダー、特殊な部品が使ってあるから、そこいらじゃ。つまり二度とシェンロンは呼び出せないって。困ったな。よし、トランクス、大急ぎで家に。魔人ブーとバビディはオラが一時食い止めた。大丈夫おじさん。ああ、少しぐらいはなんとかなるさ。それより急げ、奴ら西の都に。
急いで奴らのところへ行かねえと。どれくらい時間稼ぎできるか。いた。よう。貴様はちょっと忠告しに来た。いいか、おめえの探してる3人はだからそれまで待て。余計な破壊や弱いもなんで待つんだ。何か、ああ、おめえらを倒す特訓をしてんだ。僕たちを倒すって、そんなのを待ってやるもんか。だろうな、そう言うと思ったぜ。へへへ、面白い。おい、魔人ブー、何や。わかったわ。なんだおめえ、そんなに強いのに。うるさい、余計なことを言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うこと、なんだ。俺を封じ込めたらお前あいつに殺されるぞ。こいつめ、いつでもあいつ倒してやる。良い子みたいで嫌いだもん。チッ、しょうがねえな。けっ、無駄だ無駄だ。ベジータだってそれをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた、スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。何？これがスーパーサイヤ人の状態。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがさらにそれを超えた。スーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。でも時間を稼がねえと。面白い。戦いを楽しんで余裕たっぷり。おめえなかなかやるじゃねえか。強いぞ。あんまり聞いてねえみてえだな。いいぞお前、面白い。もっと遊ぶぞ。ああ、しょうがねえな。もっと時間を稼ぎてえところだな。オラの時間がなくなっちまった。なかなか面白いぞ。弱っちいな。さすがだな。驚いた。ほとんどダメージない。ん？
トランクスの木が早く動き出した。おい、お前と戦うの面白い。そいつは光栄だが、オラには時間がね。逃げられると思うなよ。いいか、バビディ。てめえの探してる3人は、だからそれまで何にもし強いのか。けっけっけ、僕がそんな惜しいな。せっかく魔人ブーン、お前がグズグズしてたからだぞ。バビディ様、俺何喋れないだろ。俺を封じ込める呪文も言えお前からいろいろ覚えた。もうさて、強いやつやってくるまで退屈だから、地球人全滅して遊んでよ。バービディがいなくなって、ま、どうした、ソン。さっきのスーパーサイヤ人3ってのな、オラに残された時間、それまでに何としてでもチビ二人にフュージョンを完成してもらう。希望の星はあの二人。持ってきました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし、もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えるから、よく見て覚えてくれ。まず2人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。フュー、腕を反対にしながら2人が近づく。この時動かす足は3歩分だ。ジョン、手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ、こうして二人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。お、俺がか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。フュージョン、はっ、よし、さあやれ。ワンツーワンツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。うん、わかった。ピコロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、ソン君。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったら、よろしく言っといてやるさ。あの、
私、ごはんくんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい。ではここまでじゃ。行くぞ悟空。なんだごてん。わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早く言えよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。じゃあなみんな、死んだらまた会おうな。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。は自分で行けるじゃろ。おう、サンキューばあちゃん。ご飯はもう天国に行ってんかな。ん？これはご飯な、なんで？あれ？よし、